い、どうもアラフォーチャンネルのアラとハムちゃんとこっちのモミンだよ、イエイということで今回はハムちゃんのザラ購入を紹介していきたいと思います。前回私が大量買いしたザラですが、ハムちゃんはどんなものを大量買いしたんでしょうか。でも自由とさよりさ少ない気がする。あ、まず着てるやつこれです。黒のオフショル、普通にこう着ても可愛いし、こう肩こう出してもちょうどいいよね、それ。うん、なんてこう穴がある、全部に。あ、ここはなんか透けて見える。本当はちょっとね、透けるんよ、これここがボコボコしとると、キュッキュッと。めっちゃ涼しそう。うん、涼しそう。なんか長袖だけど、この穴通気性いいし、これ下ここオフショルだし。下何し？今回ブラトップ。え、それだけか。めっちゃ涼しいじゃん。ここ開いとる。この値段が4,990円、おー税込みです。ザラは全部税込みっぽい。いいよね、税込みのお店って。うちさ、安いと思ってレジ行ったら高いってなる時あるけんさ、裏切られるもん、ね、そう。で次がじゃん、 T シャツ。かわいい。それ俺がした分やね。そう、悩んだんだけどかわいいじゃんって言われて買った。この青もさ、これもかわいいよ。それがこんな感じ。これの値段が1,990円。1,990円じゃない？1,190円。めっちゃ安い、ね、安いね。生地はちょっと薄め。次、じゃん。わー、その縦線がいいね、なんかね、うん、ジーパンです。このね、うち暗い色のね、ジーパン持ってなかったし、このさ、線が可愛いなと思って。この足首のところがね、切りっぱなしみたいになっとってからね、めっちゃ可愛くない？あえてのね。うん、しかもそれめっちゃ細くなってない？スキニーみたいな。そうそうそう、あ、スキニーみたいな感じだね、これ、うん、で、このズボンが4,590円。おお、なんでそこは4,990円じゃなくて4,590円にしたんかな。確かに、え、かわいいよね、これ。うん、今度履いてみてほしい。うん、まあ、履くか、履くか。洋服最後です。じゃーん。なるほど。で、これね、暑いと思うじゃん、夏これから。でもめっちゃ生地薄いと。ほんまや。だってね、透けるの、こう、まあ、こう見たら分かんないけど。で、何よりこれね、楽なの。本当に楽。値段が3,990円。じゃあ次は、じゃーん、カバンです。ああね、立つんだけど、一応一応立った。肩がさ、崩れにくくしてあるんじゃない。ああね、中はこんな感じ。1個、2個と真ん中に、うん、チャックがあって3個。これってさ、財布はその中に入れるもの、それとももう現金をその中に入れるもの、財布代わり。財布代わりにもなるんじゃない。でもミニ財布入れてもいいし、うちは長財布これ入んなかったから、ミニポーチに入れるか、もうそのまま入れちゃおうかなって思って。現金、チャックもあるし。あ、そう、一応ね、一番上にもチャックがある。真ん中のチャックと全部閉めるチャック、うん、で、チェーンもついてる。で、この値段が3,490円でした。次がラストです。じゃーん。これは何だと思いますか？これはリップです。違います。じゃーん、これ香水です。ザラに香水あるんだと思って。しかもめっちゃ種類あったんですよ。このジャコビに便利なくるくるタイプのやつも 4,5種類あったし、普通のチュッてある大きいボトルの香水もめっちゃ種類あって、しかもいい匂いのもいっぱいあって、大きいのも買いたかったんですけど、私は持ち運びたかったので、このちっちゃいミニの方バッグにね、常備させといたら、あ、匂いがなくなったってなったら、ピピピピってつければ良きかなと。これなんとお値段がめっちゃお手頃で990円でした。安いよね、うん、で、ちなみに匂いがこれワンダーローズオードトワレ。この匂い好き。いいね、じゃない。うん、俺、そういやね、小学生の頃、母さんがこういうなんか小さい香水持っとったんやね。香水とか分からんじゃん、もう小学生で、うん、これめっちゃええ匂いやんとか思ってから、これトイレに流したらめっちゃ良くなるんじゃないっつって、それ全部流したらうわいい香りって言って、まあ、母さんトイレ行ったら気づくじゃん。めっちゃ怒られた経験があって、ね、何しとんねんって言われて、やばー。こういう経験あるけんね、こういう小さいの買って子供ができた時にはちょっと、まあ、飲んだりもあるし、確かに気をつけなきゃ、そういういたずらもあるけ、いろいろ気をつけにいけんなって、うん、ふと思ったっていう。以上ですか。以上です。はい、買ったんだね、リカちゃん。うん、今度ムーミンも連れてくよ。いやー、ザラ行きたい。ムーミン入る服あるの？靴欲しいな。靴も私だからごめんね、靴も欲しいな。靴ほら、私外で誰が汚れてる。ということで、アミちゃんの購入品がこちらで以上ですか。はい、1、2、3、4、5、6点買いました。6点、お値段がバン
でも俺今回、まあ、前回自分も買ったんですけど、本当にザラ好きになりました。今までザラあんまり買ったことない、ちょくちょくぐらいだったんですけど、ちゃんと見渡してみればね、あの欲しい商品がいっぱいあったんで、また今度もザラ行ってみようと思います。ということで今回のザラ紹介はこれで終わろうと思います。ぜひ何かありましたらコメントとチャンネル登録